ハンディー・ラミレス、ハンディー・ラミレス、ハンディー・ラミレッツ、1983年12月23日イ、は、ドミニカ共和国様な州出身のプロ野球選手、一塁手、右投げ右打ち。相性は、ハン・ラム、ハン・ラム、エルニーニョ、エルニーニョ、少年の意のほか、ドジャース以降は、背番号にちなんで、エルトレーセ、エルトレーセ、13の意の名で親しまれている。 4歳で野球を始める。本人によると、少年時代は野球のことばかり考えている子供だったよ。毎日学校に行って昼12時になるのをずっと待っていた。12時になったら授業が終わり、フィールドに行って野球ができるんだ格好笑い。それだけが楽しみだったんだという。2000年の高校卒業時、当初は大学へ進学して医学を学ぼうと考えてた。 7月2日に、ボストン・レッドソックスと契約した、は、A-9 とルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・レッドソックスでプレイ。A-9 ローウェルでは22試合に出場して、打率、371.1本類が、19打点、4盗塁の成績を残した。は、A 級でプレーし、111試合に出場して打率、275.8本類が、50打点、 36盗塁の成績を残した。Y A 級サラソタレッドソックスとルーキー級ガルフコーストリーグレッドソックスでプレー。A 級サラソタでは62試合に出場し、打率。310.1本塁が24打点12盗塁の成績を残した。8月に A 級ポートランドシードックスへ昇格。32試合に出場し、打率。310.5本塁が 15打点、12盗塁と、好調をキープした。シーズン終了後、ベースボールアメリカ市による、有望株ランキングにおいて、ラミレスは、レッドソックス内のナンバー1に 2, 2年連続で、選出された。11月20日にレッドソックスとメジャー契約を結び、40人、枠入りした。3月3日にレッドソックスと1年契約に合意。3月18日に、 AAQ ポートランドへ移動した。AAQ ポートランドでは前述の有望株ランキングで7位に選出された同じ遊劇種のダスティン・ペドロイヤが所属していたが、ペドロイヤが2類種へ転向した。122試合に出場し、打率271.6本類が52打点26盗塁だった。9月19日にメジャーへ昇格し、 翌9月20日のタンパベイデビルレイズ戦でメジャーデビュー。13点リードの7回裏からエドガーレンテリアに変わり、遊撃の守備についた。直後の8回表にメジャー初打席を迎えたが、三振に終わった。この年は2試合の出場にとどまり、2打数無安打に三振に終わった。シーズン終了後、緊縮財政のフロリダ・マーリンズがトレードによる主力の放出を観光。 その中で若き先発投手、ジョシュベケットの獲得を目指すレッドソックスもマーリンズにトレードを打診した。マーリンズは交換相手にラミレスを要求。ラミレスは確かに期待の若手ではあるが、マイナー時代にトレーナーを罵るなど精神面の未熟さから何度かトラブルを起こしてり、また遊撃手の経験もあるペドロヤがマイナーで順調に育っていたことから、レッドソックスは 放出を決断する。2005年11月24日に、ジョシュベケット、マイク・ローエル、ギレル・モモタとのトレードで、アニバル・サンチェスと共に、マーリンズへ移籍した。2月23日にマーリンズと32万7千ドルの1年契約に合意。マーリンズは前日の通り主力を大量放出し、声優劇種のアレックス・ゴンザレスが前年オフに移籍したため、 遊撃手の定位置を勝ち取って、開幕を迎えた。開幕戦から一番、遊撃に定着し、4月5月と2か月連続で、月間打率。300、出塁率。370を超える活躍で、足を活かして、得点や盗塁を稼いだ。6月こそ月間打率。190と低迷したが、7月以降は14、本塁打を放ち、9月には、 メジャー最多の43アンダを記録するなど復調。この年、ラミレスは、最終的に185アンダリーグ10位46に塁打、同7位119得点、同5位51盗塁、同3位という成績を残した。このうちアンダ得点、二塁打は、球団新人記録を更新するものだった。オフの11月13日には、ナショナルリーグの新人王に選出された。 その後は母国ドミニカ共和国で行われたウィンターリーグに参加しティグレスで累生に加入したが12月27日の試合でスライディングした際に左肩を負傷した。は、年始から前年オフに負傷した左肩のリハビリをドミニカで行った。ラミレスはウィンターリーグでのプレーを続行することを望んでいたがマーリンズが拒否した。 3月2日にマーリンズと1年契約に合意。スプリングトレーニング中に復帰し、23試合に出場。無事に開幕ロースター入りした。開幕後は、遊撃のポジションを確保し、154試合に出場。打率、332、リーグ2212安打、同248二塁打、同3位125得点、同251盗塁。 同3位と前年以上の記録を残した。29本類が長打率。562と長打力もアップし、類打数は9団体記録、得点は新記録を受立。史上2人しか達成していない。30本類が50投塁と52類打、50投塁まで、あと一歩のトロまで迫った。3月2日にマーリンズと1年契約に合意。 開幕前、一番打者にこの年から加入した、キャメロン・メイビンを抜擢し、長打力を活かすために、ラミレスを三番打者として起用するという構想もあったが、結局メイビンは、開幕をマイナーで迎え、ラミレスは主に一番、遊撃で出場することとなった。開幕後は5月中旬まで打率3割台をキープし、5月17日に、パーリンズと総額7000万ドルの6年契約を結んだ。 前半戦93試合で23本塁打45打点23盗塁打率311と活躍し7月にファン投票選出でオールスターゲーム初出場を果たしたこの年は153試合に出場し33本塁打67打点35盗塁を記録前年にあと本塁打1本まで迫っていた30本塁打。 30盗塁を達成し、遊撃手としては、史上4人目の達成となった。また前年に比べた率は3分以上下がったが、死球を40増やし出塁率を上昇させた。オフの11月13日にシルバースラッガー賞を初、受賞した。は、同年の目標として、春に開催される、第2回ワールドベースボールクラシックでの、ドミニカ共和国代表の優勝とマーリンズの、 ポストシーズン進出の二つに定め、オフシーズンも母国で練習に励んだ。開幕前の3月に、第2回 WBC のドミニカ共和国代表に選出された。3月7日の大会初戦、オランダ戦に3番、遊撃として先発出場。しかし1回表の守備で、1点を先制されなお西2.3塁の場面で、シャーノル・アドリアーナの打球を補給した後1塁へ。 早急エラーを犯し、さらに2点を与えると、これがそのまま決勝点となりチームは2から3で敗北した。翌日のパナマ戦では、遊撃のポジションをホセレーエースが務め、自身は代打で1打席起用されるのみとなった。そして10日、勝てば2次ラウンド進出、負ければ1次ラウンド敗退となるオランダとの再戦に、3番、指名打者として先発出場。 一回表の第一打席で、トム・ストイフバーゲンからアンダを放つ。しかし続く4番のデビット・オルティーズが三振して、この回を無得点で終えたドミニカ共和国打線は、その後もオランダ投手陣の前に沈黙する。ラミレスも、その後も打席は凡退し、打ち三本が左翼方向へ引っ張った、フライアウトという荒い打撃が目立った。チームは延長11回表に1点を先制するが、 その裏に西失策で2点を失いサヨナラ負け。ドミニカ共和国は1次リーグで敗退した。シーズンでは3番打者として起用され、7月にはファン投票選出でオールスターゲームに2年連続出場を果たした。9月6日のワシントンナショナルズ戦でメジャー通算100本塁打を達成た。この年は151試合に出場し、24。 本類が106打点27盗塁をマーク。打率は342を記録し、自身初の首位打者のタイトルを獲得した。は、レギュラー定着後自己最低となる142試合の出場に終わったが、打率300.21本類が76打点32盗塁という成績をマーク。その他も多くの部門で成績が低下したが、 それでも4年連続で打率。300.20本類が25投塁、投塁のみ5年連続以上の成績をマーク。7月には3年連続でオールスターに選出された。しかし、チーム内で以下のトラブルを起こし、問題となった。この出来事の発端となったのは、5月17日のアリゾナダイヤモンドバックス戦でのラミレス自身のプレーだった。この試合でラミレスは、 補給しようとしたポテンヒットを足に当てた。その打球は、レフトポール方向に転がっていったのだが、ダミレスがそれを全力で追いかけなかったため、ランナー二人が生還した。このプレーに起こったフレディ・ゴンザレス監督、当時は、懲罰として、ダミレスをベンチに下げた。この怠慢なプレーに関して、ダミレスから謝罪がなかったため、追加的な制裁措置として、ゴンザレス監督は、 翌日の試合を欠場させた。この制裁措置に対して、ラミレスが自身はハムストリングを痛めて無理に出場しており、それがどういうことなのかはメジャーリーグでの試合出場経験がない、ゴンザレス監督にはわからない、という胸の発言をした。さらに自分抜きでもチーム、マーリンズが自分が出場している時のように試合できることを望む、とも発言した。 このチームメイトを見下したかのような態度をメディアから非難されため、最終的にはラミレスが監督のみならずチームメイトに対しても謝罪を行うという形で事態は収束した。は、例年通り開幕から3番、遊撃手として起用されていたが、打率は2割台前半と不調が続いた。5月中旬から2番起用となったが、6月6日に、 腰の故障で15日間の故障者リスト入りした。6月14日に復帰。復帰後は4番を任されたが、8月10日に左肩の故障で15日間の故障者リスト入りした。9月5日に60日間の故障者リストへ移動。9月6日に左肩の手術を行うことが決定し、9月15日に手術を行い、そのままシーズンを終えた。 この年は故障で92試合の出場にとどまり、打率2 4 3 1例本塁が45打点、20盗塁だった。オフにラミレスとポジションの重複するホセレースが加入。ラミレスはレースの加入当時、私は遊撃手だと話し、三塁手としてのプレイについて聞かれると怒っていたが、球団にトレード志願や契約内容の変更を求めず、 おギいエ園監督との会談を経て、来年1月には、ポジションの変更やそれ以外のことが起こるだろう。たとえ三塁手であっても私は大丈夫だ。勝つためには、どこのポジションでもするよと話した。は、前年の手術の影響で年明けからリハビリを開始。その後スプリングトレーニングに参加。三塁手として21試合に出場し、三本塁が7打点に盗塁、打率。 370と活躍。失策は1個のみを記録し、議員監督も、我々は彼が多くの失策をすると思っていた。いつか遊劇手だったことを忘れるだろうと絶賛していた。開幕後は三塁手として出場を続けたが、93試合の出場で打率。246.14本塁が48打点、14、盗塁に止まるなどラミレスの実力を考えれば、 今一つの成績だった。2012年7月25日に、ネイサン・ヨバルディ、スコット・マクガフとのトレードで、ランディ・チョートと共にロサンゼルス・ドジャースへ移籍した。移籍後も三塁を守っていたが、8月に入ると、ルイス・クルーズと入れ替わる形で、遊撃手に復帰。9月に、声遊劇手だったディー・ゴードンが故障から復帰したが、ポジションを譲ることなくシーズンを終えた。 ドジャースでは64試合に出場し、打率271.10本塁が44打点7盗塁とやや調子を上げた。開幕前の3月に開催された第3回 WBC のドミニカ共和国代表に選出され2大会連続2度目の選出を果たした。同大会では初となる優勝に貢献した。シーズンでは WBC 決勝のプエルトリコ戦で右手親指を負傷したため、3月23日に手術を行い、3月31日に15日間の故障者リスト入りした。4月29日に復帰。復帰後は4試合に出場したが、5月4日に左ハムストリングの故障で再び15日間の故障者リスト入りした。6月4日に復帰し、その後は打率3割台をキープした。 この年は故障で86試合の出場にとどまったが、打率345.20本塁が57打点10盗塁と打撃面ではキャリア最高ペースのシーズンだった。も開幕から声優劇手として起用された。8月10日に15日間の故障者リスト入りし、8月24日に復帰。この年は128試合に出場し、3年ぶりの 規定到達を果たした。打率283.13本類七71打点14盗塁だった。オフの10月30日に FA となった。11月3日にドジャースが1530万ドルのクオリファイングオファーを提示したが、11月10日に拒否した。2014年11月24日にフルスのレッドソックスと 総額8800万ドルの4年契約、2019年2200万ドルのベスティングオプション付きを結んだ。は19本塁打を放ち、通算200本塁打を達成したが、故障もあって105試合の出場に止まり、打率面では2011年以来となる低水準な数字に終わり、総類でもルーキーイヤー以来となる10盗塁未満に終わった。守備においても、 92試合の左翼種守備で4失策を犯して、守備率 969DRS から19という内容だった。カラは一塁一種にコンバートされ、レギュラーで起用された。ホームランと打点を量産し、最終的には147試合に出場して、打率286.30本塁が111打点、オプス0.866という成績を記録。 8年ぶりの230本塁打のラインをクリアし、111打点でリーグ5位にランクインした。主砲のデビット・オルティーズ、大ブレイクしたムーキー・ベッツの3人で30本塁打、100打点トリオを構築した。1塁守備は133試合で守りについて DRS5 だったが、4失策、守備率、996を記録した。 オフの12月2日に第4回 WBC のドミニカ共和国代表への参加の意思を表明し、代表選出を見据えてウィンターリーグに参加することも表明した。開幕前の2月8日に第4回 WBC のドミニカ共和国代表に選出されたが、3月2日に右肩通により辞退した。5月25日、 膝の手術で出遅れていたペドロヤの復帰を見据えたチームはラミレスをィーフとし29日には FA となった2月24日にクリーブランドインディアンスとマイナー契約を結ぶと開幕戦から5番 DH として約1年ぶりとなる出場を果たしたしかし4月20日にィーフとなり22日に FA となった開幕から16試合に出場し打リズ 184.2本類が8打点だった。デビュー当時にはアレックス・ロドリゲスに次いでメジャーで2番目のオールラウンドプレイヤーとの声もあったリーグ屈指の万能選手だった。遊撃手としての守備面では2006年26失策、2007年24失策と荒さが残るものの守備範囲の広さや強権も持ち合わせていた。 2019年4月19日、クリーブランド・インディアンスのチームメイトであるカルロス・サンタナと共にアメリカ合衆国の市民権を取得した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。